SIC VVVF 厳密にはご表記。みなさんこんにちはーシアノはじめです今回は、意外と正しく知っている人は少ないかもしれません。SIC、m o s f e t の VVVF について今回紹介していきましょう。最近ではこの SIC の m o s f e t を採用した VVVF がいっぱい見られます。一般的にはなんか IGBT VVVF、GTU VVVF ときて、こういうゴロのさから SIC VVVF と略されたりなんか表記をされる場合がありますが、実を言うとこれ間違えたりします。 私も実はと最近知りました。過去に私一応 SIC の VVVF の動画を作りましたが実を言うと当時投稿した動画の中では比較的再生数を確保しています。その結果からこの動画もう一回ちょっとしっかり作り込んで皆さんにもう一度届けしようそういう気持ちを持って今回作りました。今回は鉄道の部品の中でも結構細かい部分まで紹介します。ただ厳密に言すぎると本当に大学下手したら大学院レベルの難しい電気回路知識が必要ですで、ね。 中には身構え人もいいかもしれませんが、この動画では、そういった電気界の知識は一切なくても楽しめます。そういう風に頑張って動画を作りますので、ぜひ最後に置いてくれたら幸いです。とはいえ、この動画を見れば、s i c ボ o s f i t の VVVF の凄さがわかります。他にもどうして消費力が減るのか、そういった理屈も多少はわかりやすく紹介するつもりですので、ぜひ最後に置いてください。ちなみにこの動画では、鉄道に関する動画を毎日投稿しています。今回は、鉄道の部品に関する話ですが、実を言うと、普通に、 鉄道の車両とか、あとは路線についても結構紹介していきます。あとは鉄道に関する変わった車両も紹介します。こういった話に興味があったら、ぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。ちょっと前置きが長くなりましたが、こっからは本編です。スタート正式名称は SIC の MOSFET の IGBTVBF って感じですが、さすがにちょっとこれを言い続けると、なんか回りくどい気がするので、今回は SIC の VBBF って感じで、ちょっと略してお話をする場合がありますが、まあ、深くは突っ込まれてください。 というわけで早速 SIC VVVF とはどういうものかについて紹介しましょう。この SIC の VVVF というのは分かりやすく言うと交流のモーターを回すための機械と言ってもいいでしょう。モーターには交流タイプと直流タイプの2種類があります。直流タイプっていうのはいわゆる抵抗制御とかあとは直波制御ですね。こういった制御装置を通じる際に基本的には使います。このモーターっていうのは直波装置だったりあとは抵抗制御と昔から使われているように結構構造がシンプルで分かりやすさが取り入れした。 ですが、その一方で、やっぱり、整流紙といった消防品が結構ありました。こう、消防品っていうのが結構厄介で、頻繁にメンテナンスをしなければいけません。その一方で、交流モーターっていうのは、消防品はほとんどありませんし、消防するペースも、さっき紹介した直流タイプと比べて全然遅いです。さらに言ってしまえば、モーターのパワーも直流と比べて全然高いです。この結果、モーターを同じ数でお会して精度を上げる、新幹線の場合は、実際、交流モーターのおかげで最高速度をどんどん上げることができました。また、在来線についても、29系のように、 ボーターの数を減らして、結果的に消費電力を抑える。こういうプロセスを組むこともできました。こういう風にして交流ボーターは結果的に広まったわけですが。でもその一方で交流ボーター、大きな欠点がありました。それは制御するのが難しい。実際従来の抵抗制御等では絶対に制御できません。まあできるかもしれませんが、相当難しいと言ってでしょう。その一方で、この VVVF という装置を使うと、めちゃめちゃ簡単に制御ができます。めちゃめちゃ簡単は言いぎました。まあとはいえ結構これを使うと、うまい感じに制御ができるんです。そのためこの VVVF という装置を使うことによって、 この交流モーターマウス。こういうことが実現するわけです。最初は GTO といって、結構独特な音を立てるものを使ってましたが、IGBT というものに変更されていきました。理由は IGBT の方が省エネだからです。IGBT の方が VVVF で消費する電力が減るので、結果的には省エネになります。ちなみにモーター音については結構個体差が大きいです。実際私、DY9 系と ED31 系の VVVF を録音したことがありますが、DY9 系の VVF って案外と、 そこまで音が大きくありません。むしろ個人的には録音者データを見るとなんか IGBT の方が立ち上がった直後って結構音大きかったりします。まあもちろん車両の個体数とかあったり、あとはボーターの性質もありますからね。別に全部の IGBT がうるさい GTO が静かというわけではありません。実際5300型っていう白い悪魔と言われるめちゃめちゃうるさい GTOVVF の電車もあります。まあ GTO と IGBT については個人的には VVF 装置によって結構うるさい静かは変わりますが、その一方で消費力は抑えました。 そして、この IGBT 世代から次の世代。これが s i c ボ o s f i t の VVVF です。s i c ボ o s f i t の VVVF だったことによって、どういう風に進化したのでしょうか具体的な図をなんと、実用化ドキュメントというものが採用してましたので、ちょっとここに借りて掲載します。SIC タイプの VVVF で実は2タイプあります。1つはハイブリッド SIC という、回路の部分は IGBT のシステムもあるんですが、その一方で、IGBT で使われていた SI のダイオードを、 SIC の SBD に交換しているのがハイブリッド SIC です。ちなみに SBD って誰かというと、ショットキーバリアダイオード。多分これを聞いてもわかる人はほとんどいません。安心してください。きっちり解説します。そもそもの話、なんかダイオードって言葉がありましたが、このダイオードって何でしょうかこのダイオードっていうものはわかりやすく言うと、一方通行にしか電気が流れない装置です。普通は電気というのは、流す方向を決めたら自然に流れます。ですがその一方で、このダイオードをつけると、 流す方向を指定できます。具体的に言えば、右側にしか流れない設定にすると、左側に流そうとしても自動的に止まるというわけです。まあ、とはいえやっぱり限界もあって、ものすごい電流とか電圧がかかるとショートしますが、まあ、とはいえ基本的にはそうならないように設計をします。そしてさっき紹介した SBD のショットキーバリアダイオード、これを採用するとどういう変化が起きるのか、答えとしては、普通のダイオードより消費電力を抑えられます。もうざっくりとした言い方ですが、そういう感じです。 この SBD タイプのダイオード、普通のダイオードと比べて、こういう特性があります。さっき紹介したスイッチング特性がいいっていうのですが、そのスイッチング特性がいいとどういうことが出るのか。答えとしては、発熱が減ります。さらには、エネルギーの効率が上がります。要は消費電力が減ります。このため、このダイオード部分を SI タイプのものから SIC タイプのものにして、さらにタイプを普通のダイオードから、ショットキーバリアダイオードでなんかちょっとかっこいい名前にして、なんかパワーアップしたという感じですね。 ただなんで、じゃあ SI からもう SBD という新しいタイプを採用しなかったのか気になりますよね。答えとしては一応 SBD 確かこの頃からありました。でもその一方で SBD は使いませんでした。これはある種 SBD の欠点が原因ですね。SBD っていうのはさっき言った通り、スイッチング速度が速いからスイッチング特性がいいんですけれどもね、その代償として電圧の耐性が低かったんです。そのため当時の SI タイプでは、こう電圧の耐性がなく、残念ながら壊れてしまいました。 ですが、その一方で、この SIC を採用すると、こう、電圧の耐性が大幅に上がるために、この新しいタイプのショットキーバリアダイオード、このかっこいいダイオードに変身できました。そう、この SIC のタイプの開発によって、結果的にはこの最強の回路を使える。その結果、消費電力が抑えられた。これがハイブリッドの SIC です。次に紹介するフル SIC の m スフェットタイプのものについても、高ダイオードを採用しています。また、このダイオードを採用したことによって、消費電力が実際に下がっています。 こちらの図を見ますと、なんと消費電力が65まで下がっていて実質45%オフ。さらにはサイズも重量もかなり減っています。重さは半分に、サイズは40%オフ。もうかなりちっちゃくあって、それでいて精度アップ。素晴らしいですよね。スマホも小さくてコンパクトで省エネ。そういう感じがしますよね。これがハイブリッド SIC の特徴ですが、続いてはフル SIC についても紹介します。ハイブリッド SIC って実は IGBT の回路があります。 見ればわかりますが、SI-IGBT と SIC-SVD を使ってますので、実は IGBT が入ってです。でもその一方で、フル SIC は、フルという名前が付くより、IGBT は完全に消えました。そしてここには、SIC を採用した、また別の新しい回路を採用しています。その回路の名前が、MOSFET です。IGBT から MOSFET です。もともと g t o の回路が IGBT に、IGBT の回路が MOSFET のものになってますからね。ある意味では、これ、MOSFETVVVF と言ってもいいかもしれません。 まあ実際は SIC MOSFET VBBF って名前が正しいらしいですが、まあそんなことはさておき、こんな感じで MOSFET の回路を作りましたが、この回路についても SIC を採用しています。だから名前にもある通り、フル SIC と書いてあるですね。でもなんで MOSFET を採用したのか、IGBT から MOSFET の進化というのは次のようなことがあります。ここも正直真面目に話しすぎると、めちゃめちゃ難しいですので、てか私も完全に理解している自信がありません。なので分かりやすく、非常にどういう風に役立てるのか、 鉄道ファン的に知っておきたい点をいっぱい紹介しましょう。モスフェットというのはトランジスタの一種です。トランジスタっていうのはいわゆる GTO とか IGBT みたいに半導体のことですね。大雑把に言えば半導体です。ただ半導体も細かく見ると実は違いがあります。その違いをわかりやすく示した図があるので紹介しましょう。左は IGBT、右はモスフェットのカエルの様子です。左を見てみると、なんかハイポーラの差というものが原因で、なんかエネルギーがロスしている、そういう風な記述が書いてあります。とはいえやっぱりこれ、なんでなのか気になりますよね。 ちょっとここについて軽く解説しましょう。ちょっと厳密性はないかもしれませんが、一応なぜこういう違いがのかについては紹介します。IGBT というのはバイポーラ駆動という方式を採用しています。その一方で新しく採用された MOSFET というのはユニポーラという方式の駆動方式です。バイポーラという方式は確かに図にも書いてますが、MOSFET に比べて耐久性は勝りますがその一方で、ユニポーラ駆動と比べるとどうしても配線が複雑で、その結果消費力が無駄に大きくなりがちです。また回路も構造都合上やっぱり、 モスフェットよりどうしても大きくなりがちです。当然元々はさっき紹介した電圧の耐性が高い、そういうことがきっかけで IGBT を使っていましたが、でも最近になってくると、この SIC、またしてもやっぱり耐久性が高い。こう特徴が生かされて、結果的には別にさっき紹介したユニポーラ駆動のモスフェットでも十分耐久性では問題がない。そういう結果として、モスフェットを長所生かしつつ、その一方でモスフェットをシ所やった耐久性を SIC という新しい素材で補う。このう結果として、 より良い部品が生まれたんです。ちなみに IGBT についても、トルクが安いとかそういうメリットがありますが、鉄道で運行する分にはそれ以上に消費電力が減る方がメリット大きかったみたいですね。こういうことから、MOSFET を SIC の素材を使って結局、SIC の SBD と合わせて完全に SIC を使ったフル SIC の VVBF が誕生しました。このように VVBF が SIC になっています。とはいえ実を言うと SI の MOSFET の回路もありました。ただ実際は SIC でなかったらそこまで効果はなかったです。 なぜかというと、まず、そもそもの話 SI では耐久性に問題があって、その結果として回路の大きさがやはり大きくなってしまいます。さらにはどうやら抵抗値が SIC に比べて SI だと10倍になります。その結果、10倍という抵抗が増えるために、やはり消費税力は大きくなります。皆さんも覚えてるかもしれませんが、中学校高校であった、あの消費税力の公式、電圧かける電流あったり、他には抵抗かける電流の二乗とありますが、そう、超純粋考えてみましょう。 まあ、あ本当に純粋に考えた話ですが、単純に言ってしまうと、抵抗をかける、あの、電流の2乗という公式を使っちゃうと、これは本当に革ワザですが、だいたい10倍ぐらい差が出ます。要は消費電力はざっくり10倍。正直言ってこれ、革ワザだと思いますが、まあ、とはいえやっぱそれぐらい差が出るんですよ。だからやっぱり SI の時代では、こんなモスフェットなんて使っても効率が悪いだけ、そういう風に認識されました。でも、SIC になると、進化してなんと、抵抗値が10分の1に、この結果として消費電力がめちゃめちゃ下がりました。やはりその結果、 VVVF としても非常に優秀だ。そういうことが分かったので、結果的にはこの SIC の MOSFET を採用することによって、VVVF の精度が上がりましたね。こういう感じで VVVF の精度が上がったのが SIC MOSFET の VVVF の特徴ですが、この特徴が実を言うと、意外なところでも役に立っています。次はこの意外なところ、回生ブレーキについて紹介しましょう。実は IGBT から SIC の MOSFET によって、回生ブレーキの効率がさらに向上しました。理由はいくつかありますが、まず一番大きな点は、 SIC 化による小型化及び、やはり発熱の減少でしょう。特に発熱の減少が非常に大きいです。IGBTVBMF では基本的にこういった問題点がありました。ちょっと話は戻りますが、IGBT の回路というのは、スイッチングという処理によって結構ロスが起きます。そのロスによって実を言うと、低速域では回線ブレーキをかけてもなんかほとんどなんかロスされちゃって、結果的に全然電気が戻せない。そういうことが起きました。回線ブレーキというのは一応言っておきますが、下線に電気を戻すことによって、そういう結果として、 電気の消費量を実質的に抑えるという仕組みです。ですが、戻そうとしたのに、なんかさっき紹介したスイッチングの作業で IGBT は地味にロスしました。そのロスが原因で、実際回生ブレーキをかけても、ほとんど戻らないという現象が来ました。他には熱の現象もあります。回生ブレーキというのは、モーターを逆回転させる修行上、やはりモーターが発熱します。その結果として、モーターの発熱が原因で、理論的に戻せる最大効率での電気の戻し方ができません。 ですがこれが SIC の MOSFET を採用すると大幅に進化します。まず SIC はスイッチング操作によるロスが減りました。その結果として VVVF のロスによる中回線ブレーキの効果の薄さ、これが大幅に改善されました。また発熱の問題も小さくなりました。部品が小さくあって部品ごとの空間に余裕ができてさらにいってしまえば VVVF の発熱も減りました。そのおかげでモーターも若干ですけれどもね VVVF がヒーターになって 温度が上がるという現象が抑えられます。その結果としてその分、ちょっとボーターの回生効率を上げられる。こういうことか実実言ると、SIC の MOSFET の VVVF って、改正効率が高いんです。実際どうやら IGBT から SIC 化によって、空気ブレーキの使用頻度を15%ぐらい抑えたことによって、一応効率が上がったと書いてありました。こういう風にいだかないって、SIC の MOSFET の VVVF を採用することによって、VVVF 以外でも、なんと消費能力を抑えている効果が発揮されました。 これもある意味 SIC 化による利点と言ってもいいでしょう。ちなみに他にも例があります。次はこの例を紹介しましょう。SIC VVVF って IGBT と比べて大きさがなんと脅威の65%も小さくなっています。そのおかげでかなり VVVF の装置が小さくなりました。そのおかげでなんと編成の柔軟さにも余裕が生まりました。例えば東海の新幹線 A700SK は SIC VVVF 化によってその分部品の密度を高めることができました。 このおかげで、これまでは固定編成をバースのが結構大変だった新幹線も、割とバーしやすかったりして、また同じ N100S 系の構造をそのまま利用して、編成組み替えも、今までの N100 系よりも柔軟に行えるようになりました。JR 東海枠、これまで、16両編成の新幹線を8両編成改造するのは結構、新車を作る並みに大変だ。それぐらい言ってましたが、こういう問題を実を言うと SICVVVF の小型化。このことによって解消されています。モスフェットお家から恐ろしい。 最後はもっと具体的な鉄道の話をしましょうか。SIC の MOSFET の VVBF。今回はフル SIC ですが、まあこのフル SIC の VVBF、どういう風に広まっていたのかについて最後は紹介しましょう。一番最初にこのフル SIC の MOSFET の VVBF 採用したのは小田急1000型でした。小田急1000型は、もともとは GTOVBF を採用しました。でもやっぱりなんだかんだ言って、VVBF って20年くらい使うとかなり痛みます。この度にも進行中ですが、SIC の MOSFET の VBBF に改良は進んでいます。 高電車結論化ら言うと、消費電力がリニューアルマイより40%減っています。もちろん v v m f だけでなく、高電車主電動機とかあったり他には、LED の蛍光等々、かなり消費電力化が徹底されていて、結局 v v m f 以外も結構変わってますが、とはいえそれでもある意味で、20年前の電車と比べて、大幅に消費電力が下がった。こういうことを示すデータとしては十分でしょう。こういう風にして s、s i c v v m f はどんどん広まりました。2015年頃からは、ED サゴ系の量産成功者、 2017年頃からは E235 系の量産車。特に2017年以降、IGBT から SIC のゾンビの切り替えだったり、フル SIC の VBBF を使う電車がどんどん出ました。実際、東急で JR が採用した三菱の SICVBBF を採用したりするなど、JR 西日本の E235 系が本格的に使えたのは SICVBBF の本格的な普及は広まったと言ってもいいでしょう。また2010年後半頃から流行ってきた、2way シート、いわゆるロングシートとクロスシート両方使いタイプの電車。 こういうタイプのさえについても、KO5000 系とかを中心に採用されていきました。こういうふうにどんどん広まっていた結果、今ではこの SIC の MOSFET の VVF、今では当たり前のように採用されていきます。もしかしたらまた20年後には新しい v v、M、f が誕生して、またこの MOSFET の SIC の v v、M、f も古い、と思うかもしれませんが、どういうふうに鉄道は進化していくのか地味に気になりますよね。今後進化に期待しましょう。というわけで今回のお話をまとめていきましょう。今回は、 m スフェットの s i c v b f について皆さんに紹介しました。ちばたりはよく s i c v b f と言われます。今回動画でも地味に使っちゃいましたが実はこの表現は誤りで、モスフェットの v b v f と言った方がいいかもしれません。一番正しい方はおそらく SIC の MOSFET の v b v f そういう感じでしょうか。正式名称を追い求めると正直言ってなんか、めんどくさすぎて別に私は s i c v b v f でも全然いいとは思ってますが、せっかくなのでこのことについてもお話しました。s i c v b v f は IGBT の進化系ですが、 IGBT に比べて、まず、ダイオードが進化して、消費電力が減りました。また、IGBT の部分が、モスフ f ットに進化したことによって、結果的には、なんと、スイッチングの消費電力も減りました。さらには、この消費電力低下によって、回線ブレーキとかについても、なんと、いい影響を与えています。部品自体も小型化可能で、結果的には、部品の床下に余裕ができて、A700SK が編成組み替えしやすい構造だったのも、実を言うと、この構造変化のおかげです。もちろん、発熱も減りましたので、回線ブレーキの、 熱の問題も減りました。こういう風にして s i c v b f 今日も鉄道車両に採用されていきます。というわけで今回はこれでお会いしましょう。私のチャンネルではちょっと今回は難しい話かもしれませんが、普段はもっと具体的な鉄道の話もいっぱいしていきます。鉄道の話あたり、あとは私本人に興味があったらぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。またもうちょっとまた高評価あたり、あとはこの動画を最後に見たやつな感じでクレーミーという単語を使ってコメントを書いてくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ